あれから半月、帝国内の空気は不穏さを増す一方だった。帝国政府はテロリスト対策の名目で鉄道憲兵隊の紹介を大幅に強化しており、貴族派もまたテロリストに備える名目で両方軍の軍備を増強し、いくつもの両兵団を莫大なミラで雇ったという噂も流れていた。いずれにせよ、焦点となるのはテロ組織帝国解放戦線だった。共和国のテロ組織と協力する形でクロスベルでの通商会議を襲撃し、あろうことかガレリア要塞を襲って列車砲を発射しようとする。もはや単なる革命家気取りの集団ではないことは明らかだった。そして革新派やオズボーン宰相を狙い撃ちにするその行動様式から、帝国解放戦線が貴族化と何か関係があるのではないかという噂まで流れ始めているのだった。一方、通商会議が開かれていたクロスベル自治州でも動きがあった。帝国と共和国という二大国に従属している現状を打破するために、独立国家として独立する、そんな宣言を自治州代表の一人が会議の場で大胆にも行ったのである。当然帝国政府はもちろん、貴族派も非現実的な妄言として一顧だにしなかったが、帝国の内外においてこれまで以上に緊張が高まりつつあるのも確かだった。そんな秋晴れの午後、本年度初めてとなるトールズ士官学院理事会が本校舎の会議室で開かれていた。以上をもちまして、本年度前期課程における運営報告を終わります。なるほど、各種行事など運営面は問題なさそうですな。他の士官学校や高等学校と比べても学力成績に関しては上回っている。2年生も負けていませんね。生徒会長を務めている女子など成績以外の活動も目覚ましい。先日の通商会議では勉強も兼ねて随行団に参加していたが、本職の書記官顔負けの働きだったそうだ。まあ通商会議そのものはあんな幕切れに終わってしまったが。そうですね、私どものグループも株価が乱高下していますし、帝国経済にとっても由々しき問題ではありますね。ところで先日の実力考査ですが、1組2組の成績が下がっているのはいささか気になりますな。やはり貴族生徒に対する優遇措置があだとなっているのではないでしょうか。8月中、貴族生徒にのみ将来の領地運営を学ばせるため故郷への帰省を許可する、トールズの伝統ではあるんだが、今の時代には少々そぐわないかな。お言葉ですが、そもそも伝統は保たれることに価値があります。文化、芸術、そして身分制度、帝国を帝国たらしめている伝統はやはり守られるべきものでしょう。本学院がドライケルス大帝の理念を受け継いでいるのと同じように。だが大帝は身分にとらわれない自由な士官学校を設立することにこだわっていたとも聞いている。だからこそ貴族男子が大多数を占めていた200年前でさえ平民男子の入学も許されていた。今では女子の入学も認められ、平民生徒の数は貴族生徒を大幅に上回っているのが現状です。
今こそ我々は大抵の真の理念を実現すべきではないでしょうか。いいな。その当時平民男子の入学が許されたのはあくまで従士としてです。従士は騎士に従い、騎士は領主に仕え、そして領主たちがいただくのが皇帝であるのがエレボニアの伝統。士官学院の編成はその秩序を体現していたとも言えましょう。ならば今その秩序こそが歪められていると解釈すべきではありませんか。うん、やれやれ、本当にそうならば私も楽に意見が通せるのだが、あなた方と来たら揃いも揃って手厳しいことこの上ないと来ている。そのあたりも大抵の頃の伝統に引き戻してほしいものだね。これは一本取られました。理事長のご意見を検討し実現に向けて練り上げるのは我々の役目でもありますから。ほら手厳しい、バンダイク学院長も何とか言ってやってくれたまえ。わしはあくまでこの理事会の進行役に過ぎませんからな。若い殿下の改革にかける情熱に期待させていただくとしましょう。さすがは我が恩師、それ以上に手厳しかったか。良き師弟関係ですね。さて次の議題は私の方からですが、動力ネットと魔道場に関しては先ほど報告した通りです。特に動力ネットに関しては今後セキュリティ技術の導入は必須となるでしょう。ああそうだろうな。現在 IBC 方面の仲介がやりにくくなっているので直接財団を頼る必要があるが、そちらはお任せください。そしてもう一件は魔道場とアークスの運用についてです。言い換えれば7組の今後の運用とも言えるでしょう。それは、うん、娘が在籍していることはひとまず置いておくとして、先日のガレリア要塞の一件は改めて検討せざるを得ないでしょう。結果的にアークスの効果が十二分に発揮されたとはいえ、この状況下で同じように特別実習のカリキュラムを続けさせるべきなのでしょうか。難しいでしょうね。テロリストの件といい、クロスベル方面の問題といい、予断を許さない状況です。少なくとも今月については中止するべきかもしれませんな。テロ組織が検挙されクロスベル方面が落ち着けば再開すればいいのですから。若者よ、世の礎たれ。ご存知の通り学院に伝わるドライケルス帝の言葉さ。そして7組の諸君はガレリア要塞の事件においてまさにその言葉を体現してくれた。列車砲発射という惨劇を阻止して世の礎を守ってくれたのだ。命令されてではない、自分たちで覚悟を決める形で。無謀かもしれない、軽挙かもしれない、身の程知らずかもしれない、だが私は学院の理事長として7組の諸君を誇りに思う。殿下、今後エレボニアは、いやゼムリア大陸そのものが激動の時代を迎えるかもしれない。だがだからこそ特別実習の意義は大きい。激動の時代を共に乗り越える強さと手がかりを手に入れるという意味において、そうは思えないだろうか。確かにクラス全体が成長している実感はありますね。至らぬ我が娘にどれほどの可能性が示せるかは分かりませんが。それを言うなら愚息も同じです。我が弟も同じですが、この学院に入ったことで少しは殻を破れたようだ。来月は学院祭があるため元より実習の予定はありません。今月末の特別実習を予定通り実施するか否か、賛成の方は挙手を願います。
それでは具体的な案を皆さんから募りたいと思います。開催日程は来月の10月23日、24日の2日間、出し物などの設置準備は前々日の午後からになります。当然その前までにも入念な準備が必要になりますね。まあその意味でも何にするかどうかは重要だろう。展示、イベント、ステージ、飲食店舗なども許可されている。そうでしたね、九郎先輩。ま、単なる展示ってのはどこもやらんと思うけどな。なつうかそれをやったら学生として負けって感じ。まあまずはみんなでアイディアを集めていきましょう。何でもいいので思いついたものから言ってくださって結構ですよ。君たちな、少しは協力したらどうだ。そのなんとなく集中しきれないっていうか。お前こそ先ほどから落ち着かない素振りだろうが。無理ないよね。ちょうど今理事会で我らの処遇も話されている。その理事が肉親ともなればなおさら気になるだろうからな。そうなのよね。今月の特別実習もどうなるかわからない状況だし。まあそうだな、先月の実習のことを考えれば中止になってもおかしくない。ふん、別に実習にこだわっているわけではないが、勝手なカリキュラム変更に納得できるわけがないだろう。その判断に身内が絡んでいるとなればなおさらだ。うん、確かにわからなくはないかも。実際実習に行くかどうかで準備期間も変わってきますから、出し物にも影響しそうですし。確かにちょっと困りましたね。真面目だねお前さんたち。あ、ところで根本的な質問なんだけど、学院祭って何なの？君な。すみません、そこのところから説明してませんでしたね。2年生は進路もあるから有志限定みたいだね。あとはクラブ活動ごとに何か出すパターンになるかな。へー、面白そう。それだったら絶対に何かやらないとダメだよ。他のクラスよりも目立たないとなんか尺だし。はあ、そうなのよね。早速1組の生徒に絶対負けませんわとか宣言されちゃったし。何それ、フェリス嬢か。いかにも言いそうだな。実際6月の中間試験で1組は僕たちにかなり対抗意識を燃やしているみたいだからな。ハイアームズの三男に勝ち誇られるのはありえんが、こちらの人数が少ないことも考えに入れるべきだろうな。うん、そういう問題もあるか。せめて他のクラスの出し物が分かるといいんだけど。ほらほら、シャキッとしなさい。サラ教官。ええ、そうだったけど、理事会が無事終わったからね、こっちの方に戻ってきたのよ。それで特別実習の方は。ふん、君たちの父兄はどうもスパルタみたいね。全会一致で特別実習の継続が決定したわ。はあ、そうか。あはは、大変だけどちょっと安心したかな。うん、先月のことを考えると慎重に行動すべきとは思うが。そうだな。めんどくさいけど仕方ないか。王子殿下や理事の方々には感謝しないといけませんね。あはは、よかったね。進んで苦労を背負い込むとは若い。
若いね。そうそう、王子殿下や理事の方々はそろそろ帰られるそうよ。まだ授業中だけど許可するから挨拶してきたら。あ、そういうことなら。お言葉に甘えさせてもらうか。Mm-hmm.